どうも、整体サロン朝日の富士山です。本日の動画はレラハンクスフラノベースボールクラブの松下選手のトレーニングの様子をまとめています。ぜひ最後まで動画をご覧ください。松下選手のケアをしました。肩や腰が痛いと言っていましたので、まずはそこのケアを数分行いました。痛みはすぐに取れて本人も驚いていました。自分でもできる内容をお伝えしたので、痛くなっても自分で対処できるようになったと思います。投球を分析して足の使い方が気になったので、足を使う練習をしました。ハムストリングスのトレーニングをしました。いつも遠い場所から自転車でケアをしに来てくれているので、本当に感謝しかありません。1時間くらいかけて来てくれるので、若さってすごいなーっていつも思っています。足を使う練習をしてから投球練習をしましたが、変化率がすごかったです。比較動画はまた次回にします。足が変わるとこんなにも変化するのだということを一緒に見ていきましょう。それではレッツゴー。さあ行くぞ。はい、ハムストリングスを使う練習ですね。すねが一応垂直な位置でやってくださいというふうには言っているのですが、ちょっとずれてますね。まあそんなのも許しながらやっていきましょう。あとは背骨がフラットな位置な状態で、この姿勢をキープしたまま足を動かしてくださいというふうに言っています。結構きついんですよね。こう地味な運動に見えますが、ハムがパンパンに張ってきます。普段使えていない筋肉はたくさん使ったので、かなり移動しやすくなったと思います。さあ反対足を軸にしてやります。皆さん右足がポンコツなので、右足の方がかなりきついですよって言ってやったら、松下選手も苦笑いしてますね。右足が全然使えなくて、右足普段床で押すってことを多分選択してないと思いますので、なかなか大変だったと思いますが、体感してもらいました。右足で押すっていうことをね、やりながらコントロールするっていう練習ですね。骨盤が安定する、体重移動しやすくなる、足も速くなるっていう練習なので、すごくいい練習かなというふうに思います。右足は本当にポンコツなのでね、大変ですね。ちょっと腰が反ってるのが気になりますが、できるだけフラットな位置の方がいいですね。すねの位置はしっかり保ったまま運動できてます。ハムストリングスがめっちゃ働いてるのがわかると思います。今まで、ハムストリングスをこう2等分して、上の方の筋肉、お尻に近い方の部分が収縮した感じをたくさん味わってもらったので、そこからハムストリングス全体を長く使うっていう練習をしています。すねの位置は垂直のまんま、お尻を高く上げるという練習ですね。そうすることによってハムストリングスが全部長くなる、伸長されるので、その筋肉が長い状態で使えるような運動を学習してもらっています。筋肉は長い方が力を発揮しやすくなりますので、そんなイメージで運動してもらっています。めちゃくちゃ地味な運動ですが、めっちゃきついんですよね。これ実はやってみると分かりますが、ハムストリングスを長くする、筋肉を長くするっていう練習をしています。すねがねちょっと前に出ちゃいますが、でいろいろハムストリングスに感覚を入れたので、今度は機能的に使うっていうことをやっています。動作に影響させて動くっていうことをやっています。基本姿勢のまま飛んだり跳ねたり回ったりっていうことをして、常にそのすねの位置が垂直の位置を保てるような練習をしています。ただジャンプしてるだけですが、意外ときついです。結構応えてると思いますね、足は。まあそんな練習です。で一通りのハムストリングスを使う練習が終わった後に、
投球練習をしてもらっています。足でこうちゃんと立ってるって感じがあると思います。前回見た動画に比べて左足がついた時にあまり前に曲がってない、左足でしっかりこう地面を押すっていうことができるようになっていると思います。以前見せた動画では左足がすっごい曲がって体が前のめりになっていってる感じがあったかなというのがわかると思います。まあ明日以降に比較動画を出しますので、それでまた確認していきましょう。左足の使い方かなりいいですよね。体重移動もいいですよね。右足でしっかりためを作って投げるってことができていると思います。すんごい足重く感じたみたいですけど、まあ、なんか軽いっていう、重いけど軽いっていうなんか不思議な感覚を味わってもらいました。リリースポイントもねだいぶ変わってたのでいいかなというふうに思います。肩肘、肩ラインですね。それもちょっと見ていきましょう。これがちょっとずれると突っ飛んじゃう感じがありますね。でもだいぶ安定してますね、前より。何球か投げて感覚が落ち着いてきた時のフォームですね。左足の使い方がすごいいいですね。あとは足の使い方が変わったのでリリースする位置も結構安定してきました。こんな感じで脱力していつもの全力ではなくて 7,8 割ぐらいの力に抑えてコントロールできるとすごいいいなっていうふうに思います。頑張ったね。はい、お疲れ様でした。かなり変化ありましたね。汗をかくくらい足を使ってトレーニングをしていました。普段使っていない筋肉に刺激が入ったので、また違った感覚で投球することができていました。体重移動して足をついた時の足の使い方がかなり変わっていました。本人も足を使って手の指先に力が入る感じが伝わるというふうに言っていました。7-8割くらいのあのパワーで球威をコントロールすることができるとかなりピッチングは安定してくるのではないのかなというふうに感じています。今後の活躍を期待しています。この動画が役に立ったと思った方はチャンネル登録よろしくお願いします。今回の動画が面白かったと思った方はいいねや高評価の方もよろしくお願いします。さて、しっかり練習しているけど怪我をしてしまったという人や野球の質を上げたいというような思いを持っている方を対象に、10月くらいから小中高の野球選手や保護者向けにワークショップを開催しようと考えています。詳細がまとまり次第リリースしますので楽しみにお待ちください。この動画のご感想は概要欄にお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。富士山でした。